さんどうもこんばんは、修羅の海津でございます。前回の2番手フリコーダーすごく大好評だったということらしく、今月も僕はまた調子に乗ってやってしまおうかと思います。はい、ということで、修羅を知っている方は知っていると思うんですけれども、修羅のこう振り付けが始まった原点の曲流氷の羽、今回はやってみようかと思います。はい、それでは頑張ります。皆さん準備してください。
みんなはきっと右胸をやってしまうんだろうけれども、まあ右胸でもいいです。左胸をつけた僕が作った羽のし、しみたいな感じです。でその後最初にやったイントロにこう戻っていただければバッチリじゃないかなと思います。はい、どうでしたでしょうか。また皆さんが、喜んでいただければ次の号もその次の号も毎回やっていくつもりなので、ぜひぜひお便り待ってます。でですね、シラ、11月25日に11月25日にファーストフルアルバムジュエルを発売しました。ということで、12月11日大イースト皆さん見に来てくれて本当にどうもありがとうございます。それでですね、今年最後として、12月29日、原宿アストロホールで、もうはちゃめちゃなぐちゃぐちゃな汗苦しいライブをやろうと思うので、どっちも足を運んでください。それではまた来年会えることを楽しみにしてます。バイバイ。